こんにちはっち、健老ホロのわっちチャンネルへようこそ。わっちゃ健老ホロじゃ。今週はアニメ放送がなかったのじゃが、みんな元気にしてたかよ。早くも第3章はクライマックス。ロレンスとアマーティの決闘の行く末が気になるところかとは思うが、あと1週ハラハラドキドキしながら待っとってくれれ。わっちチャンネル、健老ホロがズバッと解決。さて、今回もぬしっこたちのお悩みごとに答えていくでありんす。まずはぬしっこネームガジュマル様からの相談。最近甘いものの誘惑に勝てなくなって来てしまいました。ホロさんならどうやって我慢しますか。なるほどな。わっちゃ、甘味の誘惑に対しては常に正直じゃからな、助言しようもないのじゃが、ガジュマル様には何かやむにやまれぬ辛い事情があって我慢せねばならぬのじゃろ。わかりんした。ガジュマル様よ、約束じゃ。今ここで甘いものは控えるとわっちに誓うのじゃ。そして甘いものが食べたくなったら、このわっちのわっちの顔を思い出すんじゃ。そして百薬の長とも言われ、わっちも大好きなリンゴを食べるでありんす。リンゴは主食じゃからおやつには入らぬ。きっと大丈夫じゃ。にしても甘いものを食べないなんて辛すぎるの。さて、続いてはガル様からいただいた相談。会社の偉い上司の尊厳が保たれる程度に靴下に穴が開いていることを指摘する方法を教えてください。なるほどな。ズバリ褒め言葉につなげるべしじゃ。靴下に穴が開くということは、布が擦り切れるほど勤勉に働いたということなどと、無理やりにでも好意的に理由付けをしながら指摘すれば、相手の立場を立てることができるだけでなく、このものはなんと機転が利くものかと感心されるに違いない。まあ、あからさまな世辞は嫌われると思うかもしれぬが、案外人というものは世辞と分かっていても相手への印象は良くなるものじゃ。ちなみにわっちの煮えはな、みんなでちょっとずつお金を出していつもお疲れ様ですのメッセージとともに靴下をプレゼントするのも良いんじゃないかと言っとった。では最後にエタプリ様からじゃ。最近朝が5時起きになって夜型の自分にはとても辛いです。早起きのコツはありますか。旅をしておるときは日の出とともに自然と目覚めたものじゃが、スタッフによると決まった時間にカーテンを自動で開けてくれる機械や、時間になると太陽のように眩しい電灯が光る目覚まし時計など、屋内で寝ていても眩しさで目覚められる便利グッズがあるらしい。とはいえ、無理に早起きして体を壊すと良くないからの、無理をして起きねばならぬ事情があるんじゃろうが、その分夜更かしはせずしっかり睡眠をとってくれれ。わっちチャンネル公式宣伝大使ホロー。今週もじゃんじゃん狼と香辛料の情報を告知していくでありんす。テレビアニメ狼と香辛料マーチャントミーツザワイズウルフは毎週月曜25時30分からテレ東他にて放送中。次回は第19幕、ディアナと交渉し十分な量の大鉄鋼が手に入る可能性をなんとか開いたロレンス、アマーティとの決闘、ワッチとの旅、そして桃の蜂蜜漬けの行方やいかに。そんなテレビアニメ狼と香辛料ブルーレイの発売まであと2週間。長谷倉イスナ先生書き下ろし小説や綾倉潤先生書き下ろしジャケットなど特典も盛りだくさん。ぬしっこたちよ、予約はもう済んだかよ。お次は原作情報じゃ。わっちの大冒険と大活躍の日々が綴られた電撃文庫狼と香辛料がリニューアルカバー版となって発売中じゃ。アニメの先が気になる主たちはこちらで楽しむとよい。こっちの狼と羊皮紙もよろしくの。9月には最新11巻発売じゃ。最後にグッズ情報じゃ。セガフェイブより
デスクトップデコレートコレクションホロが明日8月8日より全国のアミューズメント施設で順次展開されるとのことじゃ。ワッチの自慢の牙がちらりと見えとって、このワッチも可愛いの。さらに同シリーズのミューリのフィギュアが11月に登場する予定じゃ。こちらも楽しみに待っていてくれれ。他にも毎週たくさん情報が出ておる狼と香辛料の最新情報は動画概要欄から公式ホームページ公式 X を随時チェックじゃ。ワッチチャンネル。あっという間のエンディングじゃが、ワッチ明日からのデスクトップデコレートコレクションに備えクレーンゲームに興じてみたのじゃが、つかめそうでつかめない、落とせそうで落とせない感じがもどかしくも癖になるの。思わせぶりな態度を取る一枚上手のメスをなんとか振り向かせようとあれやこれやと手を尽くすオスの気持ちが少し分かった気がしんした。結局ゲームには1トレニー金貨ほどつぎ込んでようやく狙いの景品を落とせたでありんす。高評価、チャンネル登録もよろしく頼むの。また番組の感想はぜひぜひハッシュタグワッチチャンネルで投稿じゃ。では主っ子たちよ、来週もワッチチャンネルに遊びに来てくれやれ。